こんにちは。ゴスケ屋でございます。まだくだらんことやってるね、俺も。よいしょ。これ、あ、落ちた。よいしょ。まあ幅揃えて今切っただけ、あの分厚い、3号の帆布でございます。問い合わせがね、ちょいちょい来てたんですけど、ごめんね、ちょっと待ってって言ってたんですけど、とりあえず切り出して、後でこう切って小分けにして縫って、あのショップに並べます。そうなんですよ。やってもやってもなくなっちゃうんだけど、最近ちょっと落ち着いてきたんでね、放置しておいたらいつの間にかなくなってて、あのお問い合わせフォームのところから来るんですね、お問い合わせが。で、そうその前にね、どれにしようかな。これでいいか。これ一番切れ味落ちてるからね。武器っぽいでしょ。この丸い刃の両刃のものの研ぎ方をやってくれって言われて、こう喋りながらやるのって多分ね、今までやったことがないんで、これの研ぎ方をやろうと思ってるんですが、その前に思いついちゃったので、これを切ってる時に。思いついちゃったら、やらずにいられない僕なんで。そう。で、端っこパーッと、こう切りました。これ、なんかこればっかりやってる気がするけど、サンディングブロックね。これに、帆布をセットして磨いたらどうなんだろうと思って、面でギュッと多く力がかけられるんで、ひょっとして、いいんじゃないと思ったわけですよ。これぐらいだから、よいしょ、挟みて、チョキンと、これはほつ、繊維が太いんでね、ほっとくとこうどんどんほつれてくるんで、ほつれ止めはやっぱしといた方がいいですね。ってことで、ちょっとお待ちくださいませ。ていうか、普通ね、準備しとけよって思いつきでね、動画始めるんで、まあこんなもんですが、皆さんはご存知の通りでしょう。さて、縫いました。これどうなんだろうね。白の方がいいのかな、糸を。今までなんか分かりやすい色の方がいいかなと思って、色付きの糸で縫ってましたけど、ほつれないようにね、かかるときに。白でもいいのかな。まあ適当です。動画撮りながら実験するというね。いや、絶対いいだろうっていう予感はしてるんですよ。そもそも入るのかはまるのかっていうのもあるし、きついかな、どうだろう。これ3号じゃなかったら余裕だね。もうちょっと薄いやつなら、このネジが届くかどうかって話なんですけど、これちょっと長かったね。もうちょっと短くてもよかったね。なんせ初の試みなので、
この折り返して中に入る部分があんまり多いとこのくさびっぽいやつが奥までいかないので、この締め付けるネジ、これが届かないという感じでした。よっ、食った、食いました。これね、半分これポロポロ出てくるやつ無理に引っ張らないで切ってくださいね。さあどんな感じでしょう、使い心地と。この前の動画でやったやつね、いや、いいんじゃねえ、使いやすいんじゃねえって勝手に思ってますけど、このさっき撮った動画の通り、ヤスリでこすってちょっと細かいスポンジのやつでザッとやっただけです。減り落とししてからね。ん？いいんじゃないですか？うん、いいと思いますよ。やりやすいかな、お好みだけどね。あ、これこう映るのか、よいしょ。こういうね、角がとんがっちゃうやつはこういう風にするといいよね。これ摩擦熱が結構上がるんでね、皮の種類にもよるんだけど、こう縁面を入れたように端がこう結構色変わりますよね。こうタンニンが多い皮だと。わかるかな？ではアップでこんな感じ。まだ磨き入れてないヤスリを入れただけ。使ってるのはトコノール。3号ハンプ、革はプエブロのきなりですね。うん、力が入れやすいね。うん、こんな使い方もありなんじゃないですかね。うん、ここに水掘ったりしたくなったりもするけど、まあいつもはねこれでこうしてるんですけど、これだと指のこの間に落としてこう丸くしたりとかね、こう平らなところで行ったりとか、まあ指先の感覚でどういう風っていうのができるけど、面の圧力を上げて大きな面積でやった方がそれは早いですよね。抵抗がそんだけ余分にかかるんで、磨きし、要はこの革の面とこのハンプの面とのし、あの仕事量っていうんですかは、あの大きくなりますもんね。圧力がかけやすいっていうと。まあ、単なるホルダーなんで、いろんな
使い方を、まあ、挟むものもいろいろ。もうすぐ到着すると思いますんで、試してみてください。こんな使い方もありなんじゃねと、ちょっと思いついたのでやってみました。どうだろう、数多いとこれもありかな。これに挟むんだったら、ちょっときついから、こっちの番手かな。ちょっと薄い方の方がいいかもしれない。ヤスリ。そんな使い方されると思ってないだろうからね、これを作ってる人も。何でも思いつくと試さずにはいらない五助屋でございました。じゃあね。